おはようございます、コーチ。今日もよろしくお願いします。当然ですよ、かなちゃんも頑張ってくれてますし、私たちも大会までに仕上げていかないと。今の私はやる気満々です。ファイゴー。コーチ、早速今日の練習メニューをください。何でも全力でやっちゃいますよ。そうですね、今までのマシンとは違いますし、性能を抑えておかなきゃダメですよね。あ、先輩、歌えさん、おはようございます。おはよう、イルカ。今日は早いわね。そんな急いでどこ行くつもりね。もちろん練習しに行くんですよ。メニューこなしたら戻ってきますので、また後で。あらあら、張り切っちょるね。ほら、相棒のミチルちゃんも頑張らんと。そうですね。いえ、気になることはないんですけど、純粋にイルカってすごいなと思って。体力がついて涼しい顔でハードな練習をこなせるようになったのもそうですけど、こんな状況でも前向きでいて、みんなを一つにまとめてくれています。前にイルカがチームを変えてくれるって言いましたよね。でもここまで変わるなんて思いもよらなくて、それに比べて私はあの子のために何かできているのかなって思って。んだよ、神妙な顔して話したと思えばそんなくだらない話かよ。え、アンリさん、いつの間に。ミチル、変につまんねえ意地張ってると取り返しがつかなくなっちまうぞ。経験者が語ると説得力が違うかい。ちゃんと聞いちょった方がええよ。余計なこと言うなっての。まあそうだけどよ。でもイルカは私のことをクールでかっこいい先輩って憧れてくれているんですよ。だからそうやってかっこつけて嘘をつき続けるなって言ってんだよ。だいたいそうじゃないからってイルカが気にするとでも思ってるのか。それはわからないですよ。まあ今はどうにかごまかせても、嘘なんてすぐにボロが出るってもんだ。一つの嘘をつくと、それを取り繕うためにまた嘘をつく必要がある。何かの弾みでイルカに本当のことを知られたら、お前はそこでも嘘をつくつもりか。そんな嫌なことは言わないでくださいよ。ふざけてないで、きちんと考えろよ。お前がポンコツなのは構わないが、ずっと嘘をついてるって知ったらさすがにショックだろ。イルカを支えるどころか、あいつの信頼を失ってしまうかもしれねえぞ。私が言うのもなんだが、今の霧島はチームとして一つにまとまりつつある。本当の意味であいつのパートナーでいたいのなら、くだらねえ隠し事はしねえってこった。不安に思ってるのはお前だけなんじゃないか。私はそう思うけどな。まあ最終的にどうしたいかはお前次第だ。今日の練習終わったら時間作ってやるから全員集合な。そして大会前になんか精のつくものを食うか。とりあえず今夜は鍋パがいいな。コーチも来なよ。それじゃ腕によりをかけて作ろっかね。んじゃあミチル、お前がイルカの先輩としてどう接するべきかちゃんと考えとけよ。あ、はい。わからないです。鍋パーティー？チームの仲間で
食卓を囲むのって、そういえば初めてですね。大会前に絆を深めて士気を上げるってやつだ。言うだろ、同じ釜の飯を食った仲とかなんとか。同じ釜の飯を食った虫なでしたっけ。あれ先輩、下を向いて具合でも悪いんですか。いえ、なんでもないわ。体調は悪くないから気にしないで。さてと、それじゃあ早速今日のメインイベントだ。メインイベント？この鍋パワナ、メンバーの親睦を深めるために互いの秘密を明かそうって会なのさ。なるほど、ドキドキですね。ちょっとアンリさん、まだ早くないですか。まあとりあえず食べながらでいいじゃない。早く食べんとせっかくの鍋が冷めちゃうしね。これ歌いさんが作ったんですか。上手なんですね。いくらでも食べられちゃいます。あら、嬉しいこと言ってくれるっちゃね。今度作り方教えるかい。イルカちゃんもやってみんね。それじゃあそろそろやっていこうじゃないか。秘密の暴露。そうですね。はあ、それじゃああたしから行くかな。言い出しっぺだし。実はだな。ごっくり。気分転換に今も週一でカジノに行ってる。あの人、監督には絶対言うんじゃねえぞ。あんちゃん、気分転換なら練習で汗かいた方がいいじゃないとね。そんなん余計息が詰まるだろうが。スロットで目も鍛えられるし。じゃ次はミチルだ。ほら、お前は隠してることあるだろう。コーチ。ま、ないって言うならそれでもいいけどな。わかりました。あのね、イルカ、向こうで初めて会った時のこと覚えてる？もちろんです。部活の見学に行った時に弓道をやっている先輩を見て、とってもクールで憧れるなって。でもね、本当の私は全然クールなんかじゃないの。クールぶって喋ってるし、難しい本も読んでるけど、中身なんて全然わからないし、メガネも頭よく見えるからってかけてるだけで、視力だって全然悪くなんかないし、学園のテストも赤点ギリギリで、下から数えた方が早い順位だし、私クールな先輩なんかじゃないの。本当の私はポンコツなの、イルカ。え、ポンコツ？待ち合わせしたらいつも迷子になるし、他のみんなにはポンコツなのバレバレで。でもね、そんな私を見せたらがっかりさせちゃう。イルカにはダメな姿を見せられないって。だからみんなやコーチに助けてもらってクールな先輩でいようとしてたけど、アンリさんから言われて気づいたの。やっぱりそれはイルカを騙してるんだって。先輩、ごめんなさいって。え、なんで抱きつくの。だって先輩は私の期待に応えようと頑張ってくれてたんですもん。むしろ私も先輩が頑張ってるなんて気づかず無理させちゃってたかもって。私感動してます。ありがとうございます。というか、そもそも私全然気づきませんでしたもん。いくらドジしたって、こんなに頑張ってくれてるならミチル先輩はやっぱり私の憧れの先輩です。いや、
それはイルカが鈍いだけじゃね。もう余計なことは言わんでえっちゃが。イルカありがとう。今まで黙っててごめんなさい。謝る必要なんてないですよ。これからもよろしくお願いしますね、先輩。コーチ。はい、少しだけです。隣に座ってもいいですか？よいしょっと。コーチが隣にいます。いつもより距離が近くてなんだか緊張しますね。そういえばこうして二人でお話しするのはいつぐらいぶりでしたっけ？そうでしたっけ。言われてみればそうだった気もします。でもそれからいろいろな人と出会って練習をしたり一緒に遊んだりしましたね。浦見製鉄所に氷向重工、風見にネレイデス、そして霧島。でも一番多く一緒に過ごしたのは先輩だったんです。だからさっきの先輩の告白はちょっとびっくりしちゃいました。先輩は私を引っ張ろうとして無理してたんですよね。私嫌いになるどころか先輩のことますます好きになっちゃいました。霧島に入った頃は憧れだった監督みたいな走りをしたかったんです。自分の名前の通りイルカみたいに海を自由に駆け回りたい。監督の走りはとても自由で、そんな走りができるようになりたいって。でも練習を重ねるうちに気づいたんです。人にはそれぞれ自分だけの走りがある。ハヤテちゃんのように風を読んだライディングや、ミナミちゃんのような波をうまく操るライディング、ハガネさんのマシンの特性を生かしたライディングに、カナちゃんみたいな激しいライディング、ヒオリさんの氷のように冷静なライディングに、アンリさんの型にはまらないライディング、そのどれもが正しくて、そのどれもが真似できない私とは違うライディングだと思って、だから私も自分だけのスタイルを見つけなくちゃいけないです。監督のコピーのような走りができたとしても、それではきっといけないような気がするんです。今の私にはどんなライディングがいいのかまだよくわからないんですけどね。いいこと言うなコーチ。そうそう、私を真似るなんざ100年早えって。そやね、イルカちゃんはあんちゃんじゃないし、もちろんうちでもミチルちゃんでもないわ。あなたはあなたらしく走ることが一番大事なことよ、イルカちゃん。オンリさん、歌えそう。イルカ、あなたがどういう走りにたどり着けるのか、パートナーである私にもまだはっきりと見えてはない。でもあなたが本当の私を受け入れてくれたように、私もあなたを全力で受け入れるわ。だからイルカがイルカらしく輝けるライディングを一緒に見つけましょう。あなたのパートナーとして私も成長してみせるから。先輩ありがとうございます。皆さん、必ず私だけのライディングを見つけます。先輩たちと一緒にどこまでも走れるように、私全力で頑張りますから。どうイルカ、私とコーチとで考えた練習メニューで何かつかめた？ごめんなさい先輩、
正直波に乗れてないかなって。謝らないで。あなたの強みを引き出せない私の力不足なんだから。そんなことないですよ。練習メニュー役には立っているんです。私が迷っているだけなんです。自分の走りのスタイルが見えていないというか。そうは言っても自分を知るってことはなかなか難しいと思うかいね。私だってイルカよりキャリアは長いけど、私自身私のことをよく分かってないし、イルカはそもそも頭で考えるよりもノリと気合でなんとかするタイプだろ。にまで言われてしまいました。でも否定できません。まあまあ、そんげ落ち込まんでっちゃが。自分でわからんなら人に頼ればええとよ。自分のスタイルを見つけるのに他人に頼ってもいいんですか。あたしらがお前のいいところを見つけてやるんだよ。ほら、まずは相棒からだろ、ミチル。え、イルカのいいところですか。人一倍根性があるところとか、ヒムカ重工との対抗戦の時も夜遅くまで打開策を見つけようとしていましたし、アンリさんとの勝負で一度は負けてもへこまず次の手を考えていたぐらいですし、風見と合同練習した時も日和さんの練習に食らいついていきました。とにかく前向きでめげない性格、そんなイルカを見て私も励まされます。そんな、先輩が助けてくれたおかげですよ。私一人じゃ何もできないと思います。はい、じゃあ次はあんちゃんね。イルカちゃんのいいところは得やと思うとね。はぁ、なんてタイミングで踏んだよトシエ。たまにはこうして慌てさせんと。ほら、あーちゃんも先輩やっちゃかい、なんか言わんね。トシ、お前教えてください、アンリさん。いや、そんなグイグイ来るなっての。わった言うから少し離れろ、暑苦しい。そのなんだ、腐ってた私を練習場まで連れ戻してくれたことは感謝してる。お前がいなかったらカジノに入り浸ってたままだろうし、霧島も終わりだっただろうな。イルカのひたむきさがチャンスをつないだんだ。お前のやる気が私たちを動かしたんだよ。そう言われるとなんだか照れちゃいますね。珍しい、あーちゃんが素直に人を褒めるなんて。別にいいだろ、んなことは。お前はどうなんだよ、トシエ。イルカちゃんのいいところね。どこから褒めようかね。そやね、一番感心したんは試合を心から楽しんどるってことやとよ。イルカちゃんの走りはね、とっても一生懸命で見る人の心を動かしてくれるかい。マシンなんか乗りたくないって荒れてた人にマシンにまた乗りたいって思わせるほどにね。おい、なんで私を見んだよトシエ。事実よ、ごねん。でもイルカちゃんの走る姿に感化されてあんちゃんもまた走りたくなった。本当なんですか、アンリさん。うそんな目で見るんじゃねえよ。そうだよ、トシエの言う通りだ。イルカちゃんの楽しそうな走りは周りの人にも影響を与えとるっちゃが。それはジェットバトルの選手として稀有な資質で、間違いなくイルカちゃんの武器やないとね。あなたは自分が思ってるよりすごい子よ。それはパートナーの私が保証するわ。
そうだったんですね。なんか恥ずかしいです。いえ、みんなのおかげで少し分かった気がします。私のしたいこと、みんなに届けたい私だけの走りが。それじゃあイルカ、どういう練習がしたい？はい、いつも以上にビシビシ厳しく、それでいて楽しく走れる練習がしたいです。やっとよ、コーチ。そげな練習メニューは組めるとね。はい、頑張ります。私、もう少しで何かがつかめそうです。とうとう来ましたね、この日が。そやね、今日の頑張り次第でうちらの命運は決まるっちゃが。一戦でも落としたらドボンだな。まあ、そん時はそん時だ。そげなこと言ってイルカちゃんと張り合って必死に練習しちょったんは一体誰ね。うるさいな、あれはイルカがしつこいから付き合ってやっただけだっての。それでもきちんと受けてあげたっちゃろ。そげな人が軽い覚悟で試合に臨めるとね。あんちゃんだって本当は守りたいっちゃろ。自分をまた受け入れて慕ってくれたコンチームを。チェッ、余計なお世話だってんだトシエ。まあ私なりに全力は尽くしてやるよ。てか、あの元気丸出し娘はどこ行ったんだ？イルカがいないと始まらないだろう。そうやね、なんか静かやと思ったらどこ行ったっちゃろうか、イルカちゃん。ついにイザナミで試合をする日が来たんですね。してませんっていうのは嘘になりますね。だって今日ここで私たちの命運が決まりますから。そう思うと今までのことを思い出しちゃって。コーチはどうですか？緊張していますか？すごいですね。それでこそ私たち霧島の頼れるコーチです。コーチ、今日は負けられない戦いです。一緒に優勝しましょう。へえ、私ら抜きで勝つつもりか？良くなったとはいえ、まだ私と互角程度なのに。そうよ、水臭いやな、イルカちゃん。霧島みんなで優勝果たさんと。おお、アンリさん、ウタエさん。今のは私とコーチだけって意味じゃなくて。イルカ、あなたの後ろにはいつも私がいるから、遠慮なく頼っていいのよ。先輩まで、私そんなつもりじゃ。分かってるわよ、勝つならこの6人で、でしょ。ほら、頼れるメカニック、かなちゃんもこっちに来て。いや、いくら私でも空気ぐらい読めるわよ。今あんたたちの輪に入っちゃいけないぐらい。それでもかなちゃんの力がなかったらマシンも仕上げられんかったっちゃが。私はただあんたらのマシンがダメダメすぎたから手を入れてやっただけだし。グダグダうっさいな、かな。こういうのは素直に混ざっとけ。あ、今ガキとかじゃなくて名前を呼んだな。ようやく私を認めたということだな。空耳だ。ほらイルカ、いつも見たく元気に声出せ。そうでもしないと始まらないだろ。イルカちゃんの元気な声は何よりも力になるとよ。やかい、いつも通りの元気なイルカちゃんでね。イルカの背中は全力で私が支えるわ。私を信じて全力で自分の走りをしてね。アンリさん、ウタエさん、先輩。
ーチ。はい、じゃあ皆さん、今日は中央大会です。厳しい戦いになると思いますけど、それでも私たちはやれることをやってきました。だから私はこのチームがどのチームよりも最強で、どのチームよりも最高だと信じています。このチームで、いえ、霧島で目指すは優勝。霧島。